話を聞いていただいて、やっぱりキーワードをいくつかあったと私自身もしかしたら伝わってないかもしれないんですが思ってます。やっぱり大きなキーワードやっぱ質っていうのがあると思うんですね。まあ、国際協力、人っていうのはすごい大切なキーワードですし、人が全てだと思ってもいいと思います。やっぱ人を大切にする、人との関係を大切にする人、そうしてみますと、どうやって、まあ、人、まあ、自分自身も含めて人、自分自身も含めて人だと思います。その人をですね、こう輝かせていくか、自分自身輝いていくか、そこを皆さんにして、もっと考えていただければと思っています。というか、例えばする話、例えば話をするのが好きですね。ダイヤモンドはどうやって言うかという話をしたりして、皆さん、ダイヤモンドはどうやって言うか、そうなんですか。何ですか。あ、そうですね、ダイヤですね。もう皆さん、こう、読めました、話を。人はやっぱり人じゃないといけないですね。自分をやっぱ高めたいと思えば、人とですね、つかり合うことでしか見かけない。だからいろんなことをですね、いろんな人と共感してもらう、と共有してもらう。そして、時にはですね、価値観を突き放したり、時にはですね、苦しいことを共有したり、そうやって人っていうのは、少しずつ成長していくものだと思います。ですから皆さんですね、ぜひ、まあ、いろんな人とですね、まあ、ぶつかり合ってほしいと思いますし、まあ、今まだあと1年間学生の方であればお伝えしたいと思います。この1年間の中でですね、何か自分が情熱を傾けてこれだけはやったというものを、まあ、作ってですね、来てもらえればそれは必ず自分の成長につながっていくと思います。まあ、人と話すこと、人と、苦しさを共有すること、人と何かをすること、そして自分の情熱を傾けていくこと、こういうことを忘れずにですね、頑張っていただければ、もっともっと皆さん輝く、本当にキラキラ輝く人材になっていくと思いますので、ぜひ私も負けないように行ってみたいと思いますので、ぜひここでやりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。グッドジョブセミナー2回目国際協力の仕事をこれで終了いたします。